どうも皆さんこんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて今回もやっていきましょう。お猿さんのデザインが可愛らしい Amazon 初売りで買ったモンキーショルダー飲み比べ解説ということで紹介していきたいと思います。今回はね、一つ前の動画 Amazon 初売りおすすめウイスキーの動画の中で結構ね値下げしていたのでおすすめと紹介したですね、こちらスコットランドのブレンデッドモルトウイスキーモンキーショルダーがねついに届きましたので、こちらの開封解説をしながら、実は隠れたモンキーショルダーのタイプであるスモーキータイプも紹介して飲み比べしていきたいと思います。さてそれがこちらでございます。スコットランドのブレンデッドモルトウイスキーモンキーショルダーからスモーキーモンキーというね、あのピートによって焚き付けられた麦芽のスモーキーな香りを身につけたちょっと変わり種のモンキーショルダーあるの皆さんはご存知でしたでしょうか。こちらね、なかなかちょっと取り上げられる機会も少ないかなと思いまして、通常のモンキーショルダーをね今回 Amazon の初売りで買ったタイミングで、せっかくだしこちらのスモーキーモンキーをね開封飲み比べをしていきたいと思います。まずですね、こちらのモンキーショルダーというのはブレンデッドモルトウイスキーでございまして、一つの蒸留所のモルトウイスキーをブレンドしたタイプではなく、グレンフィディック蒸留所やバルベニー蒸留所、そしてキニンビー蒸留所といったこのねモルトウイスキーを中心としながら、それらをね組み合わせた一つの蒸留所ではなく、モルトウイスキーは 100% ということでブレンデッドモルトウイスキーというタイプなんですね。もうねまず見た目がすごく可愛いですよね。なんともこうちょっと手作り感あるラベルと、ここについた3匹のねお猿さんのこのチャームがとても素敵な、思わず手に取りたくなる、そしてご自宅に置いてあるとちょっとねこうテンションを上げてくれるボトルなんじゃないかなと思います。なんといっても特徴はね、こちらのノーマルタイプだとすごく優しいフルーティーさがあったりとか、飲みやすさも感じられますので、ウイスキーちょっと最近飲み始めた方がですね、ボトル買いでなんか1本試してみようかなっていう時には、こちらのモンキーショルダーはかなりねバランスよく飲みやすいんじゃないかなと思います。この通常のモンキーショルダーに関しては全国ねいろんなところで入手することができる通常で出回っているボトルなんですけれども、意外とねまだこちらのスモーキーモンキーというボトル知られていないんじゃないかなと思って今回取り上げていきたいと思います。こちらですね、もともと2017年に海外にリリースされておりまして、現在ではね日本にも回ってきてるんですけれども、フルーティーで優しいモンキーショルダーとは異なって、このねスモーキーフレーバータイプを身につけたちょっと変わり種のモンキーショルダーなんですよね。それこそねブレンデッドウイスキーだったらグランツというウイスキーに対して、グランツのねスモーキータイプも登場したりしてますので、このね相反する2つの個性を飲み比べするっていうのはすごく面白いんじゃないかなと思います。そしてこのモンキーショルダーという名前結構変わってますよね。この名前なんですけれども、ウイスキーを作る際の製造工程の中で、まずこの大麦からこの麦芽を作る際の工程ですね、麦芽を作る際に昔からの製法でコンクリート一面にバーッとね床に大麦を敷いて、それをねスコップでこうひすき返すっていう作業があるんですよ。それによって空気を与えながら麦芽を作っていく工程があるんですけれども、これがねまずスコップ自体も重いですし、繰り返しこの作業すき返しの重労働がありますので、かなり肩にくるんですよね。その専門の職人たちモルトマンたちはこの重労働で肩を痛めて、その痛めた肩をモンキーショルダーと呼ぶようになったというふうに言われてるんですね。まさにこうちょっとお猿さんみたいにね前傾姿勢で肩がこう出ている、そんな様子からも来ているんじゃないかなとは思いますけれども、そんなこのモンキーショルダーはですね、今回ストレートとハイボールで飲み比べをしていきたいと思います。今回はですね、このモンキーショルダー飲んだことある方、買ったことある方、それからお好きな方に向けてもそうですし、それからスモーキータイプは飲んだことないなって方にも参考になれば嬉しいです。今回のコメントも完全に私の独断と偏見と経験と妄想になりますが、このモンキーショルダーの魅力をたっぷりとお伝えできればと思いますので、それでは早速モンキーショルダーの世界へ飛び込んでいきましょう。さてそれではいよいよ準備完了いたしましたので、まずはこちらのモンキーショルダーからいただいていきましょう。香りから、おー、ちょっとね開けたてですごくね麦芽の風味やしっとりとした蜂蜜とかですね、ほのかに立ち上がってくるスパイスのイメージもありますね。その奥の方に青りんごのようなフルーティーさであったりとか、うん、すごくふっくらと優しくクリーンな香り立ちですね。では飲んでいきましょう。あー、いいですね。この飲んだ時のちょっとこう後味のクッキーやビスケットみたいな穀物感と、
それからちょっとこうふわっとね鼻の奥まで綺麗に抜けていくちょっとシトラス系の特徴なども見えてくるんじゃないかなと思いますし、ややこうメロンのようなイメージとか、やっぱりこうねすごく綺麗なフルーティーさと後味の滑らかさがあるなと思います。それこそ中に入っているグレンフィディックとかバルベニーだったりとかね、シングルモルトで味わうのがお好きな方にとってはそのバランスの良さがゆえにちょっとこう個性がもっと欲しいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それだけねこうブレンデッドモルトとしてのまろやかさとかバランスの良さっていうのはやっぱさすがだなと思いますね。そして続いてはこちら、いよいよスモーキーモンキーをいただいていきたいと思います。さてそれではまず香りから嗅いでいきたいと思います。おお、あ、結構ね土っぽい感じのピート系のイメージですね。少しこう温かみのあるスパイスとか、ほのかにオレンジのようなイメージとかですね、バニラの印象だったり、なんとも香ばしくてちょっとこうフルーティーで明るいこのモンキーショルダーから比べると、もっともっとこうね血を這うようなゆったりとしたスモーキー感と少しビターなイメージが立ち上がってきますね。ではいただきます。あ、でも飲んでみるとやっぱすごく滑らかですね。ちょっとこう後味に口の中に残るスパイシー感というところ、かすかにスパイシーさがあるんですけど、それがねこのスモーキータイプにもほのかにあるかなと思いますし、香り以上に飲んだ時の方がクリーミーさがあって滑らかですね。うん。で、そこまでストレートで飲んでもあんまり重たくてスモーキーがずっしり残るという印象はなくて、すごく綺麗な余韻が伸びていくかなと思います。やっぱりベースのこのモンキーショルダーブレンデッドモルトということで、そんなにこうフルーティータイプにガツンと伸びてる、スモーキータイプにガツンと伸びてるっていうよりも全体的にこう中心にまとまっててすごくバランスがいい味わいだなと思いますね。こちらのねスモーキーモンキー、なんとなく氷入れたら合いそうなイメージなんですよね。では飲んでいきましょう。うん、あ、モンキーショルダーはすごくこの氷を入れた時に広がる蜂蜜感とか、すごく滑らかですね。少しこうモルティーサみたいな穀物感とか麦芽の風味も見えてきて、かなりねフルーティーサはこうもっともっと丸くとろっとしたイメージになりますね。そしてスモーキーモンキー、ああ、氷を入れた方がねもっとずっしりとしたイメージがありますかね。なんとなく少し焚き火感が出てきたような、焚き火感のあるゆったりしたスモーキーフレーバーがありますね。飲んでみましょう。ロックにした時の方がもう少しこう甘みが分かりやすくなりますね。焼きリンゴみたいなニュアンスとかも見えてくるような気がして、なんとなくこのスモーキーモンキーはストレートだともっと重心ずっしりとねこう構えたような感じの少しビターなイメージがあるんですけども、これはハイボールにするっていうよりもストレートロックとかの方が意外と合うかなと思いました。ただせっかくなのでこちらでハイボールでも比べてみたらどう変化するのか味わっていきたいと思います。さあ、いよいよ完成いたしました。今度はハイボール飲み比べということで、モンキーショルダーハイボール、そしてスモーキーモンキーハイボールいただいていきたいと思います。それではまずはですね、こちらモンキーショルダーハイボールで乾杯していきたいと思います。今日も一日お疲れ様です。乾杯。さあ、それではいただいていきましょう。あー、いい香り。ちょっとこうシトラス系のフルーティーの香りですごく軽やかですね。そしてほのかに鼻を刺激するようなスパイス系の香りがあったりとか、とても明るく陽気で、いい香りですね。いただきます。おー、美味しい。これは美味しいですね。やっぱり久しぶりにモンキーショルダーハイボールで飲みましたけど、ほんとフルーティー軽やかですね。でもなんというかブレンデッドモルトのバランスの良さもあって、ちょっとこう麦芽の風味だったりとかまろやかさが感じられて、突出したフルーティーさだったらグレングラントとかね、それからグレンモーレンジだったりとかグレンフィディックですとか様々ありますけれども、それがちょうどよくねこう本当にバランス良いこの穀物感とフルーティーさがバランスよくまとまっているのかなと思いますし、ちょっとした後味のスパイシーさがいいですね。そしてこちらのスモーキーモンキーいただいていきましょう。何度も言いたくなりますね、スモーキーモンキー。ではいただきます。お、香りからはねほのかにちょっとブラウンシュガーとか、やっぱ土っぽいこう焚き火系のねスモーキーフレーバーですね。少しねこう干し草のようなニュアンスだったりとか、やっぱりこうなんていうか焼けた感じの焦げ感がすごくありますね。では飲んでみましょう。あ、なるほど。飲んでみると
ちょっとこうジンジャーのような風味だったりとかスパイス感がぐっと極まってて、スモーキーフレーバーとか、それから飲んだ時の滑らかさみたいなところが一気にこうシャープになった感じがしますね。ちょっとこう穏やかになりすぎたかなってイメージもあるんですけど、すっきり爽やかに飲むんだったらハイボールは全然ありだと思います。どちらかというと、そうですね、やっぱこのジンジャーエールで割っていただくカクテル感覚で味わったりとか、このスモーキーモンキーだったらコーラとかで割ってみてもすごく面白いんじゃないかなと思いますね。ちょっとこうハイボールで割ってみたら、今の印象だとかなりね淡白でドライなハイボールになったかなってイメージですね。焼き魚とか、あとスモークベーコンとかとはねすごくハイボール合うと思いますね。そうですね、プレッツェルとか、それからチョコレートなぶされたプレッツェルとかも合いそうだし、あと本当にこうモルトスナックとかとまさに合いそうなんですよね。香ばしいイメージと麦芽をこう噛んだ時に出てくるほのかな甘みだったりとか、そのねザクザクとしたこの麦芽の食感にこのスモーキーモンキー流し込んでいただくと、口の中でね香ばしさがマッチしそうなんですよね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はこちらのモンキーショルダーですね、ちょうどアマゾン初売りでお安くなっておりましたので、こちらの通常のモンキーショルダーを買いつつ、せっかくだし飲み比べということで、こちらのスモーキーモンキーも紹介させていただきました。2つとも飲んだ方はどちらがお好きでしょうか。やっぱりねブレンデッドモルトってなかなかこうすごく位置が難しくって、だったらもうちょっとお金出してシングルモルト買うよって方もいればですね、いやだったらもっとお手頃にブレンデッドでいいかなって方もいらっしゃる中、すごくこう立ち位置が難しいブレンデッドモルトではあるんですけれども、いろんな蒸留所のウイスキーをねグッと1本に詰めて楽しめるという点だったり、ブレンデッドだからこその割った時のこのね飲み方の幅の広さっていうところはあるかなと思いますので、このモンキーショルダーの魅力や美味しさというのがお伝えできれば嬉しいなと思います。このように私のチャンネルでは、家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方や、がっつりレビュー系男性といった動画、数々上げております。他にも YouTube 以外ですと、音声配信のサブチャンネルやスタンド FM、ボイシーといった媒体で、ウイスキーに関して毎日配信しておりますので、今日紹介したウイスキーと含めて概要欄に全部リンクまとめてあります。よろしければそちらもぜひご覧くださいませ。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。